皆さんどうも、今回は J1 第22節の京都サンガ FC 対サンフレッチェ広島についてを考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきます。この試合、京都は 3-4-2-1 の形でサンフレッチェ広島に対して向かってきました。普段は 4-3-3 の形で、向かってくるんですけど、この試合は 3-4-2-1 でした。で、対するサンフレッチェ広島は、3-4-2-1 ではなくて 3-5-2、まあ、2トップの形で、この試合に臨んでいました。で、これは、多分、前回対戦の、サントス選手、ベンカリファー選手の、2トップの印象がかなり良かったこと。で、多分4-3-3で来ると予想していて、川崎選手をいかにして消すかっていうことを考えながら、で、プラスサイドバック配合をうまく使っていきながらっていうことを狙っていたので、このような形になっていたんじゃないかなと思いました。で、序盤はかなりサンフレッチェ広島は、京都にボールを持たれて、前進をうまくされていたんですけど、これはかなり京都の進み方が良かったんじゃないかなと思いました。で、そのポイントとして、京都はかなり川崎選手、福岡選手で竹富選手で松田選手で降りてくる宇高選手が、マークの受け渡しをうまく矯正させながら進んでいたので、それがサンフレッチェ広島からすると少し苦しくなっていた状態。ここの中央をうまく、まあ、こういう風に割られてしまうことが多かった要因になっていたんじゃないかなと思いました。じゃあどのようにしてそれを京都は作り出していたのかっていうと、この井上選手、浅田選手、アピアタイヤ選手には、ベンカリファー選手、サントス選手が、まあ、一つのサイドを切りながら、まあ、例えば、浅田選手を切りながら、井上選手、アピアタイヤ選手にボールを、ボールサイドを誘導していくよっていう風な形をまずは作り出します。まあ、どっちかのサイドに、ボールを誘導していくことを、サンフレッチェ広島は考えながらプレッシングを行うんですけど、2トップの時はその時に、いつもなら、この川崎選手、福岡選手にはインサイドハーフ三田選手 と、森島選手がついていく形を取っていくんですが、基本的に川崎選手だったり、まあ、福岡選手だったりが、まあ、サントス選手とベンカリファー選手の間にまずは立つことを行っていました。まあ、だからサンフレッチェ広島からすると一気にこういう前進、ここの川崎選手経由でのポイント作りっていうのをやられたくないので、サントス選手とベンカリファー選手は、まあ、まず門をうまく締めていく形から、出ていくっていう風な形を取っていくんですけど、その時に、ここの距離、サントス選手とベンカリファー選手が近くなってくるので、この外側のセンターバックとの距離っていうのは、まあ、少し広がってしまいます。まあ、その分若干遅れが出ていたので、浅田選手だったりアピアタビア選手にボールを持ち出されることっていうのは、まあ、ちょくちょく前半ありました。で、そこで、まあ、ベンカリファー選手だったりサントス選手がうまく、プレスをかけていくことで、制限かけてボールを回収することを行っていたんですけど、まあ、その中で、川崎選手、まあ、この2トップの間に立つ選手に対しては、まあ、森島選手だったり、まあ、三田選手だったりがついていくんですけど、まあ、この時に、まあ、例えばこの外側のセンターバックボールが入った時に、まあ、福岡選手だったりが、まあ、外側に流れてくることで、で、白井選手もかなり高い位置まで出ていくので、東選手をうまく押し下げることを行います。そうすると、まあ、三田選手がこういう風に動いてくると、まあ、松田選手も降りてくるので、まあ、野津田選手引っ張られた時に、まあ、ここの宇高選手にボールをうまく、ミドルパスで逃げられた時に、宇高選手対荒木選手のここの、まあ、空中戦、1対1の空中戦になることが多くて、ここで潰しきることができれば、サンフレッチェ広島はボールを回収することができるんですが、まあ、宇高選手はかなりボールの収まりも良くて、で、ポストプレーもかなり上手なので、まあ、うまくここで前進されてしまうと一気に、まあ、ここの中央を割られて攻撃を仕掛けられてしまうよっていう形、まあ、もしくは、野津田選手が宇高選手の近く、まあ、宇高選手が野津田選手の近くに降りてきたときに、この松田選手の管理をどうするかっていうこともかなり、まあ、苦しんでいたところだったんじゃないかなと思いました。これは、松田選手、
宇高選手、竹富選手には野上選手、荒木選手、佐々木選手がしっかりとついていく形を取っていたんですけど、この松田選手がかなり列を越えて、まあ列落ちをするので、まあここの、前に出ていく形をどうするかっていう風な問題は起こっていましたし、三田選手を動かされた時に、ここの門を通されてしまうっていうこともありましたし、マークの受け渡しをの強制をされてしまうと、まあ、福岡選手、外に流れてくる福岡選手でうまく前を向かれて、まあ、遅れて佐々木選手が出ていったり、まあ、三田選手の、まあ、プレスバックも早いんで、うまくぼかし切ることができれば、ボールを回収することっていうのは叶うんですけど、それがうまくいかなかった時に、まあ、こういう前進のされ方を、まあ、主にここの背後を取られて前進されることっていうのは多々ありました。まあ、だから守備から進んでいこう、攻撃に移っていこうっていう形は前半はかなり苦しんだんじゃないかなと思いました。まあ、ですけどそれでもやっぱりサンフレッチェ広島は、横の動きにはかなり佐々木選手も宇高選手も野上選手もがっつりついていくの で宇高選手が降りていくとこにもう荒木選手がついていくよっていう風な修正を微調整を行っていたので、まあ、その分、だん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 ボールを回収することができるようにもなっていましたし、まあ、この辺りでボールを持たれても、まあ、しっかりと前に、出ていくことっていうのはできていました。でさらに、ベンカリファー選手を変えて松本選手を後半から入れたのは、で三田選手を前にしたのは、まあ、守備の安定性っていうのをより考えたからこのような交代になっていたんじゃないかなと思いました。でプラスやっぱり三田選手が攻撃の話を少しするんですけど、三田選手が2トップの一角に入るとサイドに流れた時の、ボールのキープ力と推進力っていうのと、でここの流れた時のここのランニング、松本選手のこのランニングっていうのはかなり有効なので、それをうまくスキップさんは考えて、ベンカリファー選手と三田選手っていうのを変えたんじゃないかなと、ベンカリファー選手と、松本選手を変えたんじゃないかなと思いました。はい。で次攻撃についても話していこうと思うんですけど、やっぱり保持から考えるとかなり、サンフレッチェ広島は良かったんじゃないかなと思いました。でやっぱりここのサントス選手、ベンカリファー選手っていうのはお互い2トップの選手なのでかなり関係性も良かったですし、うまく彼らは距離感を保ちながら攻撃を仕掛けることができていました。じゃあどのように攻撃を仕掛けていたかっていうと、まあ、基本的に、5-4-1 で、京都は守るんですけど、まあ、3センターバック、まあ、ミドルプレスの場合は3センターバックに対して、ここの3人が出ていくよっていう風な形を取っていく中で、まあ、基本的にここの逆三角形、森島選手、野津田選手、三田選手が福岡選手と川崎選手に対して数的優位な状態を作ることができます。でプラス東選手、藤井選手は、まあ、ここは基本的に、当てられる状態になるんですけど、まあ、こうなってくると、じゃあ例えば宇高選手からプレスをかけて佐々木選手ボールが入った時、松田選手が出てくるんですけど、ここに野津田選手のサポートと佐々木選手から直で受け取る野津田選手のサポートの位置と、まあ、東選手から平行で受け取る野津田選手のこのサポートの位置っていうのはかなり上手なので、まあ、2つの選択肢っていう形を野津田選手は与えながら、前進することっていうのができます。でさらに三田選手でも、まあ、ここの斜めもあるので三田選手からの落としっていう3手先でボールを受けれる野津田選手のポジショニングっていうのはかなり秀逸だったんじゃないかなと思いました。まあ、だから、ここのライン間で、まあ、ここの空間で野津田選手がボールを持つことっていうのは多かったですし、さらに、ベンカリファー選手が流れてきてサントス選手がここまで入ってくることが多いので、まあ、全体をこっち側に寄せといて、で、こういう風な形に寄せといて、逆サイドの藤井選手までボールを届けることもできていましたし、で、三田選手が2トップに入ってくると、まあ、こういう形で三田選手がここで、センターバックの脇のスペースっていうので、3センターバックの脇でボールを引き取ってから、まあ、こういう形で、
抜け出すことっていう、攻撃することっていうのもできていましたし、基本的に保持の局面はかなり良かったんじゃないかなと思いました。まあ、だから、まあ、ここの野津田選手がうまく、ボールを引き取って、森島選手でボールを一度中央に集めといて、外、まあ、もしくはそのままドリブルして、まあ、ラストパスだったり、まあ、新たな展開を、促したりっていう形もできていましたし、かなり、保持の局面では良かったと思いますし、で、ここのしっかりとサイドを狙っていく中で、この2トップの関係性っていう、この距離感、斜めの距離感と、まあ、横になる距離感と、あと、この縦の距離感っていうのはかなり良かったんじゃないかなと思いました。でベンカリファー選手だとうまく手前でポイントを作りながらっていう形になりますし、で後半からの満田選手サントス選手だと、まあ、サイドに流れて、まあ、ここの、まあ、タスク過小の状態、3センターバックをタスク過小の状態にしておいて、で外から中に入っていくよっていう風な形も、作り出すことができていたので、やっぱりまあ今のメンツを見る限り、ワントップっていうのは少し、まあ厳しいんじゃないかなと思うと同時に、ツートップだとかなりボールがうまく循環しますし、全体をプッシュアップできて、で、プラス、ゲーゲンプレスを仕掛けれるような状態に持ち込むことができるので、まあ352もかなり面白いんじゃないかなと思いました。面白いなと思う、まあ一番良かった時に回帰したような、戦い方だったと思いました。まあ、残念ながら、まあ、大迫選手がちょっとファンブルというか、弾ききれずに、ちょっと失点してしまいましたが、それでもやっぱり、サンフレッチェ広島のサッカーはめちゃめちゃ今季面白いですし、ぜひ皆さんにも、まあ、引き続き見てほしいなと思うチームの一つです。はい。ちょっと時間が経って、遅いレビューになってしまいましたが、最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価もしてもらえると嬉しいです。質問があればコメント欄にしていただけると、僕の分かる範囲で返そうと思いますので、ぜひコメントも待っております。はい。今日も長々と喋りましたが、最後までありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。